白いトレーニングがしたいですね。あ、違うんですよ。トレーナーのトレーニングが面白くないとかじゃなくて、鬼ごっこやらトライアスロンやらをトレーニングとしてやることもあるって昨日テレビで見たんですよ。で、あればおあつらえ向きのトレーニングを紹介。の、理事長さん。うむ、偶然通りかかったところに君の声が聞こえたものでな。と、話を戻そう。おあつらえ向きのトレーニングとは、心肺機能、判断力、精神力が鍛えられ、ゲーム性も兼ね備えるもの。そう、ゲイドロバ。こんな場所あったんだ。トレーニング用に開放されているんだとか。ここなら全力で走っても大丈夫そうですね。じゃあ早速ですが、まずはルールの説明をします。警察チーム5人、泥棒チーム5人で分かれるよ。制限時間があるから、この間泥棒は逃げる、警察は捕まえる。泥棒チームが制限時間中1人でも逃げ切れたら泥棒の勝ち、全員捕まえたら警察の勝ちです。ちなみに捕まえられた泥棒を仲間の泥棒が助けることもできるよ。だから警察は最後まで気が抜けないんだね。の、勝ったチームはご褒美に高級パフェゲット。ってわけで張り切ってこう。グッパーグッパー分かれぴょい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 。よーし、泥棒チーム頑張るぞ。あー、最速で捕まえてみせます。警察チーム、気合い入れていきましょう。はい。治安がしっかり守られとりますわ。で、あと捕まってないのは…え、タンホイザだけ？マジか。いや、でも奴はミス、惜しい。だけど、やるときはやるもんね。いける、いけるか。見せたれ、タンホイザー！はぁ！もしかして、もしかして、あとは私だけ？どうしよう、どうやって助けよう。やっぱり回り込んで、うん、とりあえずやってみよう。あそこの茂み、タウホイザさんです。全員出動。そこの町タンさん、止まりなさい。いやー、バレるの早すぎだよ。チョコマカとは、いい加減観念しなさい。マチタンは急には止まれません。こちらは駅伝形式で追っています。捕まるのも時間の問題です。諦めなさい。そんなわけには。そこはなんとか。おお、こっち行ったり、こっち行ったり、もうずーっと逃げてる。もう20分近く経つよね。あんなにずっと追いかけられたら、私なら相当追い詰められるけどな。そういうやつなんすわ、タンホイザって。警察チーム、これでは拉致が明きません。別のフォーメーションで。スキャリッ、
ホイザさん、確保。むむ、あとちょっとだったんだけどな。いやでもさ、かなり頑張ったよ。よく諦めなかった、さすが。もう悔しいな、あとちょっとだったんですけど、やっぱりいつも勝ちきれないんだな。はい、ジュニアクラブでもここ一番で体調崩しちゃったり、出走前に鼻血出しちゃったり。いや、惜しい馬娘なんですよね。確かに待ちかねたホイザはちょっぴり締まらない。理事長さん、ただいまです。で、締まらない？うむ、しかしそれはあくまで過去の話。君の変わらぬ向上心、そして平常心は一見地味だが、誰もが持ち続けられるものではない。つまり君の未来は眩しい。これからの活躍、少なくとも私は大変楽しみにしている。以上。はっはっは。励まされちゃいました。理事長さんってへこんでいると、たまにああやって声をかけてくれるんですよね。